地球テラシ、地球テラシとは、月の欠けて暗くなっている部分が地球に照らされてうっすらと見える現象である。地球、テラシの原理この現象は地球で反射した太陽光が月にまで達し、その光がさらに月面で反射され、再度地球にまで戻ってくることによって生じる。地球テラシは地球で反射した太陽光が月を照らすことによって生じるものである。 月は大気や雲がなく岩石のみであり、満月が明るく見えると言っても、月のアルベドは7%ほどである。それに対して地球は面積で約13.5倍大きく、アルベドが37%である。月から望む満地球は、地球から望む満月の70倍も明るいことになる。上限に近い頃の地球照らし肉眼での確認が容易な期間は、 新月を挟む月齢27から3前後の月の輪郭が小さな時である。これは月から見る地球が満地球に近い状態で地球からの反射光が多くなるとともに月の光っている面積が小さいので眩しくないためである。地球テラシは淡い光なので空気が澄んでいて周囲が暗い場所で観察すると良い。日本では陶器に観察しやすく。 天体観測を意識しない一般の人でも目にする機会が増える。これは冬は乾燥して空気が澄んでいることや、冬の夕方の王道は地平線となす角が大きく、三日月が高い位置に見えるためである。逆に夏季は多湿で空気の透明度が下がることや、夕方の三日月の地平高度が低いため観察しにくくなる。新月の時には月から地球を見ると、 満地球になって反射光も最大になるが、新月は地球から見て太陽と同じ方向にあって夜間に観察できないので地球テラシも見ることができない。ただし、回帰日食の時に限っては太陽面を隠す月面全面の地球テラシが見える。半月より大きい月の地球、テラシ半月より大きい月になると肉眼では地球テラシを観察するのが難しくなる。 これは月の光っている部分の面積が増えて眩しくなること、月から見ると地球が大きく欠けた形となって反射光が減るためである。それでも望遠鏡を使って倍率を上げて光っている部分を視野外に追い出せば観察できる。また露出時間を長くして撮影すれば映る。地球、月系以外の惑星、衛星系に一般化して 惑星表面で反射した太陽光が衛星の影の部分を照らす現象をプラナチャインというありがとうございます。